さんのお考えになります。それは大阪府が強制的に大阪府が受け入れたいと言っても、大阪府は残念ながら皆さんご存知のように焼却炉を持っているわけでもございませんし、最終処分場を持っているわけでもございません。当然最終処分場を持っている市町村が自分のところで燃やしてそこの最終処分場で処理してあげるよと言っていただければ、我々は運んできたやつをそこの C さんのところに安全に持ち込めば C さんの方で処理をして最終処分までやっていただくという形にはなります。ただしその時にじゃあ C さんは何でもかんでも好きに燃やしていいのかとなってしまうと、当然我々の方持ってきた方にも責任がありますので、ここはこんな風なやり方をしてくださいね、こうしないと放射線の漏れがある、あるいは放射線だけではなくてですね、基本的に我々の方は放射線だけではなく他の当然、いろんな物質が、例えばアスベストの問題っていうのは多分皆さんもご心配になられるでしょうから、そういう部分についてはこんな風にちゃんと測定をしてくださいとか、あるいは、ダウキシの問題っていうのがありますから、これについてはこうしてくださいねとかというようなことを、基本的にはやり方を、要するに基準を書いてるっていうだけですね、ガイドラインですね、まあ、言ってみれば、まあ、処理をするためそれを書いてあるということです、はい、そのガイドラインの部分はもう近日中に決めるということで、はいはい、その中身は、まあ、朝日新聞に書いてあるもので、朝日新聞に書いてあるっていうのは僕イメージはちょっとわからないんですが、具体的に言いますと、はい、肺で2500、今回の、検討会議で、ご議論をいただいて、焼却灰の、目安としては2000ベクレルで、向こうから持ってくる受け入れる災害廃棄物の、放射性物質の濃度が100ベクレルというのが目安だということでございますので、100ベクレル の災害廃棄物を向こうから持ってきて、そしてこちらの方で仕分けをした上で燃やして、最後その灰は2000ベクレル以下というふうな目安で処理をするということを前提に記載をさせていただいています。もうそれはほぼ文書としてできているというふうに理解しているわけですね。文書としてというより文書というのが正しいのか、図も当然入ってますし、そういったものを作ろうとしております。今現在作業中ですけども、はい、でも年内に発表するのは間違いない。いや、そこはちょっとね、実はですね、なかなか、まあ、そういう話を先生に今日ここに来たようなものなので、具体的な話に入らせていただきたいんですけど、まずその1番目にですね、はい、例えば、まあ、今日の中にも何人かいらっしゃいますけど、はい、枚方の清掃工場を非常に見学なさった方がいらっしゃいます、はい、枚方のどちらの方に行かれました。枚方って見かけたんですか。東部の清掃工場、山の上の方ですね、はい、はいはいはい、あそこはかなり大規模なんですよね、大阪の2人の。そうですね、はい、例えばですね、その場で初めて知ったこととして、うん、非常に膨大な量の燃焼ガスが出るということなんです、はいはい、まあ、この燃焼ガスの中にどのくらいセシウムが入るかということは、うんうん、私たちとっても大きな関心なんですけれども、うん、今までこう濃度の問題と議論されてましたけれども、うん、量が例えば毎時30万リューベル、うん、となると仮に1年間燃焼し続けると約20億リューベル、とんでもない、うん、排出量になるわけです、うん、ここには仮に1ベクレルが1リューベルに入っているというふうに、仮定してますけれども、うん、実際これの10分の1だとしても、例えば2億ベクレルのテシウムが年間であればこう放出されかねない、うん、非常に周りに住んでいる者にとっては危惧されるべき、事態になってくるわけですよね。で、まあ、これはもしかしたら原発の周りの地域よりもこの空気中の放射能の濃度が高くなるんじゃないかなと、まあ、少なくとも放出量としては大きくなるんじゃないかなというふうにも思えまして、実は調べたんですよ、うん、そうするとセシウムを放出する原発ではまだありませんので、そうですね、ないですね。要素だったらば出るわけですね、はい、要素で、まあ、ちょっと漏れるときに気体となって出やすいので、うん、まあ、確かに気圧で出やすいですね。それをね、調べると、例えば、新潟の柏崎原発で、今年の1月から3月の間の、セシウムじゃない、要素の排出量が、はい、年間に直すと 0.6 億ベクレル、まあ、
3ヶ月で 1.1500万ベクレルという数字を東京電力は発表しておりました。3ヶ月で 0.15 億ベクレル。0.15 億。一番上の原子炉合計です。原子炉合計で要素が3ヶ月で、この3ヶ月で 1.5×17 乗、1.5×17 乗ベクレル。これは要素131で、これが柏崎。あ、どうぞ、それ、申し訳ない。いいんですか、すみません。あの、しかもこれね、あの、中とかに書いてあるんだけれども、実は、福島第一原子力発電所にちょっと燃料と推測される。ということなんですよ。だから、原発そのものから出たわけじゃなくて、福島から途絶えてきた要素だというふうに、東京電力の方は推定されてるんですよね、この量が。ということは、実際にはこれよりも1桁も2桁も、あの、測定してでも、あの、原発から出る放射能というのは、通常は、あの、億単位ではないと。もっとずっと桁が少ないってことらしいんです。わかりますか？いやおっしゃってるのもよくわかります。で、年間放出管理目標値として、柏崎刈羽の場合であれば 2.3×10^11以内にしますと。いうのが、まあ、協定を結ばれてるかなんかで管理されてるんですね。こんな北地側の数字はまず出るわけがないということがね、通常の話なんですよ、原発の場合。ところが、あの、平方の場合ね、仮に、あの、燃やしてしまうと、例えば10万トンの放射能を燃やして、その 1% が、あの、外にゴミを燃やしてね、で、あの、その中にある放射能が 1% 漏れても、やっぱり億単位のセシウムが漏れかねない考えられます。それは、前回っていうか、6回目の、検討会議の時の資料にも一冊書かせていただけたんじゃなかったかな。例えば仮にという計算で、100ベクレルで年間10万トン、あの、資料にはね、25万トンって大阪全体で書いてましたけどね、年間じゃなくて、2年間で、もし言ってみれば総量の話、総量の話、あ、管理してないんですか、ここで説明したの。あの、言ってみれば、向こうで、広域処理の対象で広域処理してほしいっておっしゃってるのが全体で約50万トンですね。で、大阪府どんだけ頑張って受けられるかっていうのはよく分かりませんが、仮にということで半分受けたとしましょう。ほんだら25万トン、まあ25万トンが計算しにくいんで20万トンとした場合であれば、それを2年間で、来年4月から受けたとしてですよ、2年間で受けたとしたら年間10万トンになりますね。年間10万トンの、まあ、100ベクレル、現地の状態を見てると100ベクレルはどうもなくって、東京都さんの実測結果で40ベクレル以下やというか未満という実測値が出てますけれども、まあ、もっと低いんだろうけども100ベクレルだったとした場合に、2万トンだから200億ベクレルぐらいですかね、オーダー的には。ああ、じゃあ2年でですか。2年間、はい。だから1年間やったら10万トンやったら、それに100ベクレルやったら100億ベクレル、100億ベクレルのものが、持ち込まれた。で、それをまず1箇所の焼却炉でそんな量を燃やすことは多分不可能ですわ。当然いくつかの市にご協力を得て何箇所かで多分やっていただかないと、そんなたくさんの量は燃やせないでしょう。なぜならばっていうと、それぞれの市さんもですね、自分のところで出てるゴミ燃やさんとあかんですね。だから日々日常で出てるゴミを燃やしながら、合わせてそこの中でちょっと隙間があるところに災害廃棄物を入れて燃やしてあげるっていうような形を取らないと現実的な対応ができなくなるということになりますので、まあ、例えば10万トンを一つのゴミ焼却炉で燃やしきれるような、多分焼却炉ってなかなかないだろうと思いますので、多分分散する格好になると思いますけれども、まあ、
総量で言いますと、さっき言った、100億ベクレルっていう形になる。で、まあ、バグフィルターっていうので、例えば、まあ、99.9 なんぼというオーダーまで取れるというふうに言われてるんですけども、まあ、安全側に見込んで 99% やったとしたら、計算しやすいですから 1% は無理ということになると1億ベクレルが出るというような形になります。で、じゃあその1億ベクレルっていう部分が実際にどの程度の量としてカウントあるいは考えるのかっていうことにつながってくると思うんですけれども、結果的にその出てきたものはずっと多分空気中に漂ってるということではないですね。多分雨に叩かれて地上に落ちて、地面に落ちる降下物という形で落ちてくるだろうと思います。で、地上に落ちてくる量がじゃあその量をどの程度の範囲で大阪府全体で見たときに、あるいは、大阪府全体に今回の福島の、事故ですね、あの関係でどの程度の量が、降下物で出てきたか、それが、大阪府の公衆衛生研究所というところが降下物の測定をしております。で、それで見ると 16.2 やったっけ、確か 16.7 やったかな、 16.2 か、どっちやったかな、だからそれぐらいのオーダーなんですけども、メガベクレルパー平方キロメートル。だから1平方キロメートルあたりに 16.7 から、まあ16メガベクレル。メガベクレルですから、16乗ですよね。だから、まあ、1600万ですか。1620万ベクレルですよね。だからそれよりワンオーダー多いと。1平方キロあたりね。というあたりから考えれば、その量というのが、果たしてべらぼうに多い量なのかどうかっていう。で、実際人への影響はベクレルで測るんではなくてシーベルトで測るというような形になりますので、今回のその福島の発電所による事故によるですね、影響で大阪府域に、16.1 平方キロメートルあたりですよ、 16.2 何がしかメガベクレルの、降下物があったけれども、線量、要するに、放射線量率って言ってるんですけど、線量としては上がっていない、つまりほとんど線量に影響がない程度、放射線量としてですね、我々に受け取る放射線量としての変動がほとんどないような状態でどうも観測されているんです。ですから放射線量が大きく、そのたくさん降ったからといってポコンと上がって放射線量そんだけ上がりましたよということは観測されてないですね、現に、うん、そこは僕よりも多分皆さんご存知だと思うんですけどね。なんていうか、つい最近発表されたこの前の議事録、はい、読んで、こういうふうに計算されてるんだってのは分かったんですが、若干違和感があるんですよ。はい、というのは、と言いますのは、なんていうか、大阪府全体で測ってますよね、あれっていうのは。いやいや、でね、まあ、現実問題として、焼却場の周りにいる人の立場から見てどうなのかってことを、もうちょっと具体的に考えてほしいんですよ。で、ちょっと、平方のそばに方の男女、いらっしゃってますので、はい、その方からちょっと話を聞かせていただきます。うん、